お名前と学年教えてください。高校2年生の野尻翔馬です。野尻さんは出身中学校、出身道場、どちらになりますか？明慶学園中学校出身で、筑波少年研究会という道場です。この明慶学園、どういった理由で進学を決めたんですか？明慶学園は文武両道で、勉強も剣道も強いということで、自分もそのようになりたいと思って決めました。明慶学園中と、あと道場の方でもやられてるということで、中学生時代の実績、戦績というのはどんなものなんですか？個人としては、新人戦の個人戦で、県で優勝しました。関東大会や、全国の道場少年剣道大会の個人戦に出ました。明慶学園、実際入ってみて、どんな環境なのかありますか？素晴らしい先生方やコーチの方々のおかげで、ものすごいいい環境で稽古をさせてもらってます。新チームではキャプテンということなんですかね。キャプテンとして、これからの目標をちょっと教えてください。チームを、これからしっかりとまとめて、明慶はすごいいい学校だなっていうふうに思われるようにしたいと思っています。はい、わかりました。ありがとうございました。